その他のリリース情報をお伝えします。御前崎市ゼロカーボンシティ宣言が発表されました。2050年までに CO2 の排出量実質ゼロを目指します。県内では浜松市、静岡市を含む5つの市が表明を発表しています。今後は今まで以上にゴミの削減やリサイクルの推進などを進める予定です。今月末に完成が予定されている浜岡中学校新校舎の落成式と内覧会を3月6日土曜日に計画しています。内覧会では一般の方向けに学校を開放します。時間は午後1時から午後4時まで。申し込みは不要です。来られる際はスリッパの持参をお願いします。また車で来られる方は浜岡中学校グラウンドまたは市役所消防署向かい側の駐車場をご利用ください。プレミアム商品券事業を計画しています。2万円分の商品券を1万円で販売します。発行総数は2万4000セット1世帯あたり2セットまでです。この事業は2月議会で補正予算成立後実施される予定です。